これ日本語では飲み比べるとか食べ比べるといった風な言い回しがありますが、英語の場合は特に飲み食べというのは言う必要はなく、 compare の後ろに飲み物が来たら必然的に飲み比べ、食べ物が来た場合は食べ比べといった風になりますので、こちらも皆さん覚えておいてください。Thank you for the wait. How about comparing these two whiskeys?